国境に近いところのチアパスというところで、活動しています。そして私は今年でメキシコの方に行きまして5年目になります。で、行った当初からもずっと日本で絶対にコンサートやりたいなということで、昨日初めて高瀬グラの方でコンサートいたしまして、今日が2度目の日本の公演になります。そしてこちらの司の湯さんでは、オープン当初からメキシコに行く前からオカリナグループアンダンティーノとしてちょくちょく演奏にお邪魔させていただいておりました。日本に帰るといつもここの温泉に入って、ああ日本人でよかったなと思う瞬間が、ございます。で、今回も、4日の日に3人で温泉に入りに来て、ああよかったな、やっぱり日本の冬は温泉だなっていうので、もうほっと2人には熊本といえば温泉なので温泉を頼んで楽しんでくれてるかなと思ってます。今日は30分という短いミニコンサートですけれども、最後までお楽しみいただければと思います。それから今回コンサートをこちらで行うことにあたりまして、担当の森沢さんには本当にもう昔からよくしていただいて、今日も音響の方で隠れて見えないところにいらっしゃいますけれども、本当にありがとうございます。はい、それでは、マヤ文明といいますと、ピラミッドとか、この世が終わるんじゃないかって騒がれたこともありました。12月22日でしたね、ちょうど2012年。決してそういうわけではなくて、マヤの人たちは一つのサイクルが5200年に1回終わって、そして今新しい時代が始まったばかりだと、そういうふうに言われています。ここで、マヤの音楽を紹介 したいんですけれども、簡単に言うと、ああなんだか懐かしいな、人間っていうのはみんなやっぱり考えたり感じたりすることは一緒なんだな、そういうマヤの音楽、自然をとても愛する人たちで、自然の描写を音楽でする、そういうところだと思います。共通点がたくさんあるんですけれども、温泉、これもですね、チアパスには温泉がありまして、硫黄のすごく匂いが強い温泉なんですね。そこでも皆さんは温泉を楽しんでおります。今日は温泉つながりで、チアパスの音楽を楽しんでいただきたいと思います。
一つの花のように咲く、そういうチアパスの歌でした。それでは次の曲に参りたいと思います。